これは強敵だな。もっと冷静になることです。さあ行くぞ。どう料理してやろうかの。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。月に1回、ゲスト神谷さんが登場して、はい、先月からようやくですね、うん、Facebook メタを使って、広告を、はい、出して、で今回はその検証と、はい、まあ、また次回というか、もう一回それを踏まえ、はい、修正入れて広告を打っていくと、はい、いうことをやりたいと思います。で画面はですね、もうちょっと、飛ばして、うん、なんだろう、これはまあいっか。広告マネージャーの、広告マネージャーというところがあると、はい、結構探さないと出てこないですけどね。けどね、これね、まあまあ、もしわからない方はまた言ってください、はいはい、3回4回ぐらい行くとたどり着けるかなというところです、うん。じゃあ、広告マネージャーという画面から、はい、行きましょう。ここですね、多分一番上のやつが初めて、うん、まあ結果もしっかり全部数字が入ってるのかな、はい、これでやっぱりちゃんと広告初めて打てましたという、打てましたよという状態になってますよね。1週間分の内容なんで、実はこれ僕亀谷さんと今回動画を撮ろうと思ったんで、はい、全く見てなかったんですこれ、はい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 、で、全く見てなかったんですげえ初歩的なところから聞きたいと、はい、リーチ、はい、5824、はい、これはもうか単純にリーチなんで、はい、要は届いた人数かな。そうです、届いた人数ですね。届いた人数でいいんですかね、はい、まあ、アカウント数というか。なるほど、はい、これダブってることはない、もう、うん、いや、可能性はあるんですけど、例えば、うんうん、出すところが、うん、Facebook、Instagram、うん、であとその他みたいな感じで、うん、まあ、ダブってるんで、うん、被る可能性はあります、うん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 、アカウント数なんで。ああ、なるほどなるほどなるほど、はい、だから Facebook のアカウントと Instagram のアカウントで、それはもう要は2つってことになってるんですね。そうです、なるほど、1人が2つ3つってところだからっていうことだ、はい、まあまあ、分かりました、はい。インプレッションはこの、これインプレッションっていうのは、これ22,240 それとも 22.240、 22,000 か、22,000ですね、はい、はい、こちらは表示された数です、うん、表示され22,000、約22,000回表示されたってこと。そうです、画面に、はい、すごいね、画面に22,000回表示されてて、うん、だから簡単に言うと、まあリーチが5,000なんで、うん、まあ約6,000か、うん、なんで、1人当たりだから3回ぐらいは見てるんじゃないかっていう、うん、ああ、なるほどなるほどなるほど、はい。この結果129、はい、これは結果っていうのは、うん、そこからだから今回設定したのが、うん、ホームページの方へ、はいはいはい、リンク、はい、そっちに飛んでもらうっていうリンクなんですけど、はいはいはい、そちらの方をクリックしてくれた人が、なるほど、はい、うちの場合は石戸のポータルの方にリンクを貼ってあったんですけど、はい、そっちにじゃあ行ってくれた数が130。そうそうです、そういうことです。おお、130行って、うん、無料体験ゼロか。ゼロだったんで。そうか、けど130は言ってくれたんだ。はい。なるほどね。これうん、ちょっとこれは、なんだ、商品を売る時の、うん、まあ、コンバージョン率っていうのが大体出るんですけど、うんうん、まあ、商品を売るのって、うん、大体100件来たら1個売れるぐらい。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。ではいいっていう感じなんですよ。なるほど、なるほど。で、そうすると、今100件以上来てるので、うんうんうん、100件以上来てて、1個も無料のお試しのやつがないっていうことは、うんうんうん、これ逆にホームページの方も直さなくちゃいけないっていうことになります。ああ、なるほど。はい、石戸の方の言っとく。それは言ってみましょう。そこはなんか無料体験に魅力を感じないようなページになっちゃってるんじゃないか。なるほどなるほどなるほど、はい、もしかしたらタイミング的にまだはこれ春とかになるとまたちょっと違ってくる可能性はありますけどね。多分時期によっては、うん、どうしても僕らって春、はい、がもうほぼメインなんで、うんうん、途中からなかなかっていうのはね、はい、もしかしたらそれも影響してるかなっていうところですかね。あとはまあこれ、クリック高ですよね多分、はい、1回あたり 0.76 か、はい、で消費はまあ設定してるんで大体こんなもんで、ね、1万ちょっとですよみたいな、はい、ところですかね。でこれだとまあ今次じゃあどうしようかって考えきれないじゃないですか、はい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 、で、マウスポインターを左側のキャンペーンっていうところにある、うん、こうその下ですね、はいはい、キャンペーンの中に、はい、合わせてもらうと、はい、そこにチャートを見るっていうのがあるはずなんですよね。だから結果を細かく見るんですよ、見れるんですよ。なるほど、その下、はい、チャートを見るね、はい、出ました、はい、そうすると、うん、まあ、今一番上がいつ
どんなタイミングでリンクをクリックしてくれたかっていうのが分かるんですね、うん、で、まあ、伸びてるタイミングが10月の31日とか、うん、まあ、その間だから7、8とか11月の5、6とかそのあたりですかね、うん、なるほど6の後か、はい、まあ、そうすると、うん、まあ、ざっくりですけど、うん、まあ、大体月曜日火曜日ぐらいの方が結構見られるのかなっていうのは、うん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 、そのグラフから想定できます。なるほど。僕らでいうところの、はい、あの SNS 例えば YouTube の動画をアップするとか、はい、Facebook で一番見られるタイミングって、はい、教科書通りの話すると金曜日の10時とかっていうゴールデンタイムがあるじゃないですか、はい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 、それ的なことですよね。そうですね。これの Facebook の広告のゴールデン表示時間帯はだいたいその曜日のみたいな。あ、ね、っていうかこれクリックされてる時なんで、うん、表示されてるっていうよりも、あ、実際に押してくれたってことか。はい、だから月か週の前半の方がなんかちょっと人は動くのかなっていうのが、うん。なるほど。これいや、あのまだまだ全然1回目なんで分析しきれないですけど、はい、月曜日週明けに押すって、はい、同業者なんですよ実は。あ、なるほど。じゃあ同業者がクリックしてる可能性あるんです。そうそうそう、あのね、週明けはそうなんです、うん、なるほど。じゃあ教育関係の同業者は、はい、基本週明けに動きますから、はい。じゃあですね、うん、この動画を見てるこれけどかなり、あ、けど同業者の皆さんクリックしないでください。お金かかっちゃうんでいやだってゴリがちょっとまたなんかやり始めたぞってことで、はい、でフェイスブックの利用率も高いですから、そろばんの先生って、はい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 、あるな、これはあるな、もし週明けはあるな。十何回とかクリックされてますからね。あ、ほら、そう1日で。そうだよね、これ9日、そうですね、9日水曜か、水曜日、水木か、はい、なるほどね、うん、まあまあ僕が一番目引いてるのはこの、うん、まあ設定してからだと思うんですけど、はいはいはい、しっかり女性がターゲット層の年代が見てくれてるんで、うん、はい、これはまあいいかなと思ったんですけどね、うん、そこ一応設定しましたからね、うん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 、そこの女性に絞ったんで。けど違うか、エリアも設定してるから。エリアも設定してます。同業ってことは考えづらいか。まあ、あのエリアの中の、まあ、まあまあそうでしょうけどそこまでないですもん。まあそうですね、うん、はい、の、まあ、女性の先生がいれば、まあいるけどそんなの数人だろうからああそうか、エリアの設定してるから別にそれは同業っていうのは考えづらいか。そうですね、このチャンネルを見てくれてる方かどうかは分からない。なるほどなるほど。でちなみにその利用者データって書いてあるじゃないですか、うん、あの、あ、その下のさっきのグラフのとこですね、女性がって言ってたとこ、どれ、そこの、うん、そうそうそう、そのグラフのちょっと上のところに年齢と性別の分布っていうのがあって、うん、文字が書いてあって、どこに書いてあるの？どこに書いてあるの？この上に年齢と性別の、はい、で、あ、利用者層データね、はい、うんうん、でその右がプラットフォームってあるじゃないですか、うんうん、ありますあります。そこクリックしてもらっていいですか、はい、で、はい、そうすると、どこに表示されたかっていうのが分かります。どこにっていうのは場所、はい、さっき言ってたあのインスタに、あ、サイトね、はいはいはい、インスタとフェイスブックとに、うんうんうん、まあそこほぼメインなんですけど、うん、それ以外のところも含めて、うんうんうん、表示されてますよっていう話をしたんですけど、よくあのインスタ広告って流行ってるというか、はい、まあもしかしたら今もう流行ってないのかもわかんないですけど、はい、いいよねインスタ、うん、僕インスタも全然更新やめたんですけど、はい、もう1年近くやってないかもわからないんですけどいいよね、インスタにも連動してくれるからフェイスブックって。そうです、そうです、うん、これはいいですよね。で、紫の方がリーチが、要するにこんだけ表示されましたよってことですね、うん、だからフェイスブックよりも、うん、インスタの方が表示してるんですよ。ああ、そうですね、はい、紫伸びてるし。そうです。で結果は何でしょう。結果はクリック数でいうと、うん、実はフェイスブックの方が、うん、多かったっていう。ああ、なるほどね。インスタじゃあインパクトないんだね、うちの表示はってことですよね。表示されてクリックされてないってことですもんね。はい、へえ。まあ、これってあの SNS 自体の問題なんですけど、うん、意外とあのインスタって、うん、あの本当に遊び感覚で見てる人多いじゃないですか。うん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 、あの、まあ、綺麗なもんないかな、可愛いもんないかなみたいな感じで見てる人が多いのに対して、うん、Facebook 使ってる人って、うん、意外と結構ビジネスライクですね、はい、うんうん、な感じなんですよ、うん、でそうすると
まあ、そっち使ってる人の方が実際にじゃあ子供をちゃんと教育してあげようっていう風な考え方をする人が多いのかなっていうのが、ここは変に分析しない方がいいと、考えなくてもいいねっていう感じですね。そうですね、そこはあの基本的に気にしなくてもいいという、はい、全部あの メタ広告がここの方がいいっていうのを自動的にやりながらやってってくれるんですよ。了解。じゃあね、時間も時間だからさ、赤嶺さん、まあ分析はもうキリがなくなると思うんで、はい、まあこれを見てというか、うん、次回の対策をしましょうよ。分かりました。もう一発打ちましょう、はい、同じこの程度の予算で OK です。はい、どうしましょうか。はい、どうし何を変えてどう動きましょうかというところです。内容はですね、うん、まあ129人だと、うん、これね、1個も問い合わせがないという、はい、ことになりますので、そうだね、はい、もっと、まあ、簡単に言うと、まあ、クリックの数を増やしたい、ここをね、そうですね、はい、これが300だったらもしかしたら1ぐらいあったかもっていう感じですね、うん、そうですね、うん、でクリックの数を増やす場合、今回の1クリックに対して金額がかかっているので、うん、これかな、そうです、そうです、うんうんうん、クリックに対して金額がかかっているので、うん、ちょっと前回の予算だと、うん、ちょっと足んないっていうことに、なるほど、もうちょっとここを予算増やせと、はい、うん、のと、まあ、よりただ無駄なクリックじゃなくて、うん、より本当に興味がある人にクリックしてほしいっていうことになりますので、まあ、例えば画像の内容だったりとか、うん、文章の内容だったりとかを、うん、もっとそこでその時点でギュッて絞り込んじゃうような、うん、よりその本当に100件クリックしてくれたら、うん、1件2件とかが無料体験を申し込んでくれるように、うん、もうそこの時点でギュッて絞り込んじゃった方がいいと。なるほど。金額を増やさない場合は。なるほど、はい、じゃあ文章を変える。そうですね。じゃあこれ閉じます。はい、そうですね、閉じちゃっていいですね、うん、で、まあ、前回のそのまま流用できるので、うん、そこで、うん、編集っていうのがあると思うんですよ。編集、はい、はい、それをクリックしてください。はい、はい、で、左側の部分の、はい、はい、まあ、一番左から、あ、一番上から、一番その下、新しいトラフィック広告っていうのが前回出した広告なんです。はい、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 で、まあ、また1から全部それ作るの大変なんで、大変ですね、はい、はい、そこを、複製して作っちゃいましょう。ここで複製、はい、これで、はい、複製できますんで、複製して作っちゃいましょう、はい、はい、元のキャンペーン、既存のキャンペーン、新規キャンペーン、元のキャンペーンでいいのかな。そうですね、で複製でいいか。はい、はい、はい、でそうすると、うん、新しいやつが、コピーされたやつが、はい、ここかな。そうですね、はい、はい、できてきます、はい、で今実際に、一番右側に見えてるのが、うん、その新しいキャンペーンのやつなんですけど、これなんかエラーが出てます。なんかエラーが出てますね、うん、終了日を未来の日付に。あ、なるほど、まあ、コピーしてるから、うん、そうだよね、日付もコピーされちゃってるから、はい、ってことですね。そうですね、だからそこは1個ずつ直していけば、上から順番に直していけば大丈夫なので、はい、こう、じゃあ上の方、コピーの方でいい、コピーの方を編集。そうですね、そこ編集って押してもらえば、下書きアイテムを公開しますか。いや、まだ公開しなくていいんで閉じちゃっていいですよ。いや実際に、うん、今その新しいやつが今右側に出てる状態なんで。あ、これ出てるんだ、はい、はい、広告セット編集って上から順番にこれですね、はい、そこからやっていきます。はい、はい、で前回やったうん、オーディエンスの設定とかは、うん、基本的にはそこ変えなくていいと思うので。変えなくていい、はい、かなり広いですって出てる。変えますか。いや、変えるんであれば。オーディエンスって何でしたっけ。オーディエンスっていうのは、うん、前回絞った地域と、うん、女性に絞ったじゃないですか。ああ、地域もいいですもんね、はい、これにしましょう。まあ、そのままでいいと思うんですけど、とりあえず広告名変えないとですよね、はい、あ、そうですね、日付ね、はい、そうすると、じゃあ11月、同じ日程ぐらいで行きたいよね、はい、28でいいか、で、12月、同じ日程だから11日ぐらいにしておきましょうか、はい、はい、OK です。で、次はじゃあ下行って、はい、予算も変わらない、はい、でその下のスケジュールってとこですね、はい、はい、そこで開始日時をもう一回そこで変えます。変えられないですね。変えられない。終了日を設定、あ、ここは直さないとだよね。はい、ここ12月の11日にしてるんですね。12月11日、はい、開始日変えられないの。
ね、なんでだろう。開始日変えられないと28日からできないですね。今日からになっちゃいますね。あんま審査通すけど、明日から25日から、うん、まあ、いいんじゃないですか。いいですか、うん、はい、じゃあそれでいっちゃいましょう、はい、でその下がさっき出たオーディエンスの設定ですね。はい、はい、でオーディエンスは前回ともそのままでいいと思うので、うん、なんかここに、はい、同じ業界の類似したビジネスよりも単価が高くなってる可能性があります、ね、うん、はい、これ別にいいですか、解いちゃって。あ、それ大丈夫です。大丈夫、逆に単価が、うん、単価が高い方が優先的に、はい、あ、了解、見られるっていうのもあるので、じゃあ行きましょう。はい、であとは、まあ、まあこれって競合なんで、うん、まあ、オークションというか、うん、どこの広告を表示するかっていうのをオークションで単価が、まあ、高い方が優先的に表示されるような感じになってるんで、うん、まあ、期間によっては自動的に上がっちゃう可能性もあるんですけど、なるほどなるほど、まあ、行きましょう、はいはい、でオーディエンスそのままで、そのまま下行っちゃいましょう、うん、で配置と、うん、まあ、まあそこも多分変えること今のところないので、大丈夫かな、はい、そうするともうスクロールいかないですね。はい。で、そしたら右下ですね。右下の緑のところ。これ、公開する。一応公開するを押してください。はい。はい。で、これで広告セットが変わりました。うん、そしたら、その下の、新しいトラフィック広告、コピーっていう方ですね。うん、こっち。はい。そっちをクリックしてもらって、はい、で、さっきの日付のやつが、の指示がなくなったと思いますんで、はい。なくなりましたね。なくなったんだ。はい。僕はなくなってるかどうかの判断もわかんない。いや、上に出たじゃないですか。あ、こう、あの未来の日付を指定してください。ああ、なるほどなるほどなるほど。あったね、エラーメッセージね。はい、はいはい、で、それがなくなって、うん、広告の方を作り直すことができます。はい、画像どうします？今回このまま行きますか？行きましょう一回。はい。じゃ、はい、画像はこのまま行くんですけど、うん、何を直したんだっけ？まだか、ここから直していくのか。ここから直していくんですよ。そうそうそう、はい、うん、ここから直していくんですけど、うん、まあ、ある程度これに興味がある人を、うん、本当に、うん、なんだ、興味がある人を絞りたい、うんうん、さっき言ったようにより興味がある人に来てほしいので、うんうんうん、でこの画像を直さないのであれば、画像変える、画像変えた方がいい。どこをまず検証するかじゃない。そうですね、何が悪いかでしょ、はい、クリックが130っていう、それを伸ばしたいわけじゃない、はいはい、で神谷さん的にはどこを一番直した方がいいと思う。僕だったら一番変わるのは画像です、うん、じゃあ画像変えてみようか、はい、1回ね、一番最初に目がつくのが画像なんで、じゃあ画像変えよう、はい、で今のままだと、うん、そろばん新規開講って書いてあるじゃないですか、うん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 、でそうするとじゃあ何どこに開講したんだろうっていう人までクリックしちゃうんですよ。うん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 、なるほどなるほど、なので、うん、まあ、本当にそろばんに興味ある人というか、うん、そろばんに来たいなっていう人を、うん、まあ、募りたいので、もう少しじゃあ変えようか。そうですね、これ変え方どこだろう。画像自体を変えないとダメですね、うん、それどうやって変える。作んないとダメですね。ああるある、あ、あるんですか、うん、あ、じゃあ画像を変えるのは、うん、それ右側プレビューなんで、うん、真ん中の列のところの、うん、それをずっと下まで行くと画像を、あ、そうですね、うん、あるね、はい、そこで画像が編集、はい、変えられます。メディアを編集だ、はい、次、これだと、あ、その上かな、メディアを追加、追加、はい、はい、でもうすでにアップロードされてるやつとか、あ、これでいきたいんだ、この中には、あ、それ使うか、これでいきたい、はい、うん、じゃあそれクリックしてください。で次へでいい、はい、そう、これでいきたいんだ、はい、でこれで一回試しましょうよ、はい、え、完了でいいの、もうこれ大丈夫です。なんかプレビュー出そうだけど出ないの。あ、これ完了すれば、あ、まあする前に出ましたね。ああ、はい、そっか、じゃあ完了でいい、はい、もう、はい、一回試しましょう。やっぱり何か変えないとね、はい、はい、これで画像が追加されたので、はい、けますで、うん、もし、あんまりいろいろと変えるとさ、また今度何が原因だったか分からなくなるので、大丈夫、そうですね、いろいろ変えると うん、そうなっちゃう可能性があるので、うん、じゃあそれでいきましょうか、うん、でその前、今多分追加したんで、はい、その前の画像も残っちゃってると思うんですよね。残ってんだ、はい、左側のその真ん中の列、ちょっともう少し下まで行ってもらって、はい、もうちょい下ですね、これかな、それ多分残っちゃってると思うんで、
なんか削除かなんかする。はい。うん、多分あ残っちゃってますね。じゃあ、うん、そこの真ん中の、うん、そこクリックしてもらって、あそこじゃないです。そこら辺クリックしてもらって、ここはい、あそもっとはいそれ。うん、でクリックされている状態で、うん、ゴミ箱マークをしてもらえば多分消えると思います。クリックされた状態になってるのかな。全部消えちゃうかな。あ全部消えちゃいましたね。なんてことしてくれるんですか。いやもう一回さっきのやつ設定すれば大丈夫なんで。もう一回戻る。はい。戻る画面。戻んなくていいです。戻っちゃった。新しい、トラフィックで、うん、で下行ってもらって下行ってもらって、はい、メディアのところ、はい、そこでメディアを追加で画像を追加してでこれでいいよ、はい、で次行ってもらえばそれだけになると思います。で完了でいいかな。そうですね、はい、はい、これではい新しい画像だけになりましたんで了解。これで一回ちょっとこれで変わったら、はい、あ画像悪かったんだね、画像が悪かったんだなっていうのが分かりますね。了解、はい、あとはどうする、もう変えなくていい、とりあえずこれでいってみますか。そうですね、どれが悪いか、はい、どれが悪かったのかっていうか、一個一個詰めていきましょう。はい、はい、じゃあそれで公開していただければ、はい、審査状態になりますん で審査が通れば、うん、広告が順次出ますよっていう感じになります。なるほど、はい、これ審査中っていうの前なんか審査中みたいな画面になったじゃないですか。あ、はいはい、あれどこで見れる。あ、それ閉じてもらえれば閉じて、はいはい、この画面が審査中になってる状態。審査中あ処理中か。あ今処理中ですね。あなるほどなるほど、はい、画像の処理これがじゃあ次は審査中に変わって、はい、審査中に変わって、でまあそれが大体24時間ぐらいかな。でも分かりました、前回のやったのがこのデータですからここですから、はい、129とか、うんうん、まあまた次回画像を変えることによってどうなるか、はい、そうですね、見比べられますもんね、ようやくね、はい、見比べられます、うん、でそれでまた違ったらまた次の部分を変えながらという感じですね。はい、そういうことです。はい、ありがとうございました。だいぶ長かったですね。あの何人の方がついてきてくれたか微妙ですが、はい、ただソロバン教室の先生でもメタ広告、フェイスブック広告、はい、あの出したい、あのどうなんだろうな反応はっていう、うん、興味がある先生は絶対多いと思いますんで、はいはいはい、ただこの設定がねちょっと細かいんでね、うん、どうなんだろうっていうところがありますけどね、うん、またそれは随時、確認してもらいながら。じゃあ来月いよいよ最後か、2022年最後。ああそうですね、来月いつ来ます。来月普通に29の木曜はやってます。ああそういうことか、はい、ゴリ先生がもう年末の休みに入っちゃってるんであれば、いや29の木曜日で僕はいいっすよ。あ大丈夫ですか、うん、じゃあ29日の木曜日にもう年末盛り上がるねおっさん2人どこまで仕事するんだろうねもう年末どんだけ仕事すんだよって話ですけどね。まあまあ頑張りましょう。はい。あのね。はい。ではでは、ありがとうございます。はい、また来月よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、失礼します。ズームを利用して、ゴリ先生と何でもお悩み相談ができます。興味がある方は、ぜひ概要欄をチェックしてみてください。